ヒルダウ。村ラジ、山ラジ、836、宮ヶ瀬レイクサイド FM です。時刻は11時2分となりました。さあ、ここで愛川町の情報をお届けいたしましょう。まずは愛川100年旅スペシャル2歴史の教室、こちらが公開されております。まあ、愛川町の PR 動画、町の PR 動画と言っていいんですかね。これね、だから愛川100年旅っていうのがあって、愛川100年旅スペシャルっていうのがあって、次が愛川100年旅スペシャル2ということで第3弾となっております。愛川100年旅は愛川町の昔の光景とか、ね、風景とかをね、やって、愛川100年旅スペシャルでは、中津の工業団地、あの辺の開発のこと、復活の大地ですね、あれずっと僕幻の大地って言ってて、あれドラクエ8じゃね、ドラクエ8だっけ、ジャニーかってよく突っ込まれてましたので、第3弾として愛川100年旅スペシャル2歴史の教室、こちらが公開されております。さあ、今回のこの動画につきまして見どころなどをお伺いしていきます。ここからは愛川町総務課広報シティセールスさんの小関さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は待ちに待った愛川100年旅スペシャル2歴史の教室、こちらがリリースされたということでお話をお伺いしていきたいと思います。まずは小関さん、今回の歴史の教室というタイトルついていますが、内容はどんな内容になるんですか？はい、愛川町では次世代に町の歴史を語り継ぐための記録として歴史動画を作成していまして、はい、これまで第1弾愛川100年旅、第2弾愛川100年旅スペシャル復活の大地を作成しています。今回歴史動画の第3弾として作成しました愛川100年旅スペシャル2歴史の教室は、現存する県内最古の木造校舎の旧半原小学校木造校舎を舞台に、学芸員が3つのテーマで歴史の授業を行う内容となっておりまして、1時間目は半原宮大工により作られた木造校舎の歴史、2時間目は戦国時代最大の山岳戦が行われた御馳峠の歴史、3時間目は宮ヶ瀬ダム建設の歴史と約24分の対策となっています。そうですよ、今回24分ですよすごいですよ。でも私は見させていただきましたけど、いやもう24分はあっという間に過ぎた、そんな感じがしますね。ありがとうございます。1作目2作目も素晴らしかったですけど、これ3作目歴史の教室、こちらも素晴らしい内容でした。これどうですか小関さん、見どころを挙げるとしたらどちらを挙げますか？そうですね、見どころなんですけども、これまでの歴史動画でも大変好評でした、うん、古写真のカラー化、はいはいはい、あとは写真を動かす特殊技法、うん、また、ドローンを用いた迫力のある空撮など、はい、多彩な映像技術を活用した部分ですとか、うん、ゆかりのある方々の魅力あるインタビューなどに注目していただければと思います。そうですよね、古写真は本当にこれが残ってるんだという、見るだけでも感動するものもありますし、最初に、ね、このドローンからこう半原小学校こう映るところを見ると、ね、なんかハリウッド映画みたいな感じのところがありますけど、いやでも本当に見どころ満載なんですけど、やはりこれだけの内容ですよ、撮影に関して言うと大変なところってあったじゃないですか？そうですね、大変だったところとしてはですね、雨が降ると撮影スケジュールが狂うっていうところで、まあですから、まあ、空模様については大変ヒヤヒヤしてて、うん、でこちらの都合で撮影日がずらせないものは特に緊張してました、うんうん、で作品ではですね、宮ヶ瀬ダムのナイト放流や、はい、その中のフィナーレの打ち上げ花火が映っているんですけども、当日夕方に断続的に雨が降り続くという予報があって、実際にものすごい土砂降りで、これはもうどうしよう、中止になっちゃうのかなとか、見せ場の一つがなくなってしまう、構成も作り直さないとと、まあ焦ったところなんですね。ただまあ奇跡的に雨が止んで放流や花火が実施できて、
撮影が無事にできてよかったと思ってます、特にまあそうですね、とにかく空模様の一言につきます。確かに天気のいい場面ばかりだったんですけど、はい、そこではもう小崎さんとかドキドキしながら、そうですね、もう天候もう晴れてくれと、うん、こればっかりどうしようもないですもんね、天気ばっかりしは、はい、すごいですね、天気を待つな、黒澤明の映画みたいなそんな感じもしますね。いやそれだけのものを本当に、じゃあもう1年がかりぐらいで撮ったって考えてもいいですかね。そうですね、撮影自体は半原小学校木造校舎のその塗り直しが夏休みにあったので、その後からまあインタビューですとか校舎の撮影をしてたんですね。でそれで順次見ませの撮影ですとか宮ヶ瀬ダムの撮影とかあって、ですので実質まあ9月から10月の末のナイト放流で92ヶ月ぐらいでギュッと、2ヶ月ですか、はい、の間に撮影をいやそうか、これは裏話聞くとまた皆さんね、こう映像を見た時にああいろいろ大変だったんだなと思うかもしれませんけど、いやそれだけやってやっぱりこの綺麗な映像が撮れたということですね。そうですね、はい、相川町はね本当こう動画に関して言うとね、一日の長はありますからね、素晴らしい動画を撮っておりますけど、まあ、この、歴史の教室なんですが、やはりねこのインタビューを聞いて私も見たいという方多いと思いますが、どうやってそれが見れるんですか。そうですね、視聴方法についてですけども、はい、歴史の教室を見る方法は2通りありまして、はい、まずは DVD でご覧になる方法、うん、こちらは相川町役場の総務課で1枚1500円で販売してます、はい。でもう一つは、動画投稿サイトの YouTube で、ご覧になっていただく方法で、こちらは町の YouTube ページ、うん、相川町チャンネルに動画を掲載していますので、いずれかの方法 DVD または YouTube でご覧いただけるようになっております。そうですね、まあ、YouTube 手軽ですけど、ぜひねこのご家族で見ていただいて相川町の素晴らしさを再発見していただきたいと思いますね、はい、最後になりますが小関さんからラジオを聞いている皆さん一言いただけますか。はい、町の今昔物語歴史動画第3弾歴史の教室、とても印象的で魅力的な作品となっています。ぜひご覧いただき、よかったら口コミでいろんな人に伝えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。うん、口コミで皆さんいろんな人に言いましょう。はい。相川町民以外にもね、どんどん言っていただきましょう。そうですね。いっぱい評判を広めていっていただければ。いや、素晴らしい。本当にこれ素晴らしい動画ですから、ぜひ見てください。さあ、ここまでは、相川100年旅スペシャル2、歴史の教室。こちらにつきまして、相川町総務課、広報シティセールスさんの小関さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。我らヒルダウ。